皆さん、こんにちは。d i y チャレンジの高です。今日はですね、私の愛車でもあります、トヨタクラウン13代目、200系ですね、後期型。こちらのですね、カタログをですね、クラウンが大好きだっていう皆さんと一緒に楽しんでいく時間にしたいなと思います。まあ、改めてクラウンなんですけれども、皆さんもご存知のようにですね、トヨタ自動車が1955年の1月からですね、製造販売されている高級乗用車でありますけれども、 えー、クラウンといえばですね、カローラ、ランドクルーザ、ー、プリウスとともにですね、トヨタを代表する、また日本を代表するですね、車種の一つだと私は、えー、思っております、まあ。トヨタのですね、両、えー、販車種の中でもですね、最上級モデルの、えー、地位を長く、えー、担っていてですね、いつかクラウンに乗りたいっていう、えー、いつかクラウンというね、キャッチコピーが、まあ、有名だったと思います。確かですね、えー、こちら7代目に用いられたキャッチコピーだと思うんですけれども、 まあ、一般的にですね、えーまあ、国産の高級車の、えー、車の代表的なものとして、えー、認知されていると思いますけれども、まあ、当初からですね、えー、オーナーカー向けのですね、えーまあ、ハンドルを握って楽しい乗用車として開発されて、まあ、その時代ごとにですね、えー、トヨタが提案をして消費者が求める日本車の、えー、高級車場が、えー、反映されてきたというのが、えー、長い歴史を通じてですね、 まあ、観光庁とかですね、公用車、企業の社用車としても、えー、用いられて、えー、いると思います。まあ、その高い信頼性とかですね、耐久性から、公、えーまあ、用車だけじゃなくてですね、タクシーとかですね、ハイヤーとか、教習車とか、えー、パトカーとかですね、えー、業務用車両とか、特殊車両としても、えー、使われると思います。 いいいることとが多思ますけれどもそんなね、クラウンのラインナップの中で、今回ご紹介させていただくのは、超えていくブランドということで、キャッチコピーが有名なんですけれども、こちらのですね、13代目の後期ですね、通称200系の後期型、マイナーチェンジ後ですね、こちらのですね、クラウンのカタログを皆さんと共有しながらですね、楽しんでいきたいなと思います。 それではですね、改めて、トヨタクラウン13代目、GRS200 ですね、後期型、こちらのですね、カタログを皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。はい、それではですね、ページ変わりまして、カタログをご紹介させていただきたいと思います。まあ、基本的にはですね、カタログを読み上げながら皆さんと懐かしいカタログの内容ですね、こう思い出をですね、楽しんでいきたいなと思います。クラウンロイヤルサルーンシリーズですね。 それではベジカります。超えてゆくブランド。この国の人々の喜びを満たすために、今またクラウンは変わろうとしている。歴史や伝統があるからこそ、未来を見つめて進化を止めない。君臨ではなく、挑戦し続けること。それはクラウンが自らに課した使命だから。この国の心と形、クラウン、ロイヤルサルーンシリーズ。 クラウン、それはオーナーを輝くされる自信、そして誇り、四季の訪れを絵のように感じ取ることができる日本人の感性が、この車の気品ある佇まいを育ててきました。時代の激しい変化に挑み続けてきた日本人の真摯さが、この車の先進性能を高め続けてきました。誕生から今に至るまで、ひとときもどまることなく、 進化し続けるクラウンこの車の存在は乗る方の人生に寄り添って一層の輝きをもたらし続けますクラウンの伸びやかで洗練された造形は鍛え上げられた運動性能と日本人ならではのおもたなしの心を体現し出会った人の心に静かにしかし鮮やかにその存在感を刻み込みますはい、えー、ページが変わりまして、えー、クラウンの、えー、右斜め後方から見た絵ですね まあ文章がありませんので、私の所見というか、私の、えー、コメントを入れさせていただきたいと思いますけれども、えー、今ね、乗ってる愛車が、えー、ホワイト、パール、クリスタル、シャインなんですけれども、こちらのね、シルバーも私結構好きかなと思いますね。なんか、あのー、公用車なんかにね、採用されてるケースが多いと思いますけれども、えー、このシルバーもね、結構地味な中に品があっていいなと思っておりますね。はい、それではページ変わりたいと思います。 はい、えー、ページ変わりまして、えー、今度はですね、えー、右斜め前方から見た絵ですね。まあ、こちらの後期型の特徴はですね、えーまあ、こちらのフロントグリルの、えー、あたりですねフリント。フロントグリルとライトの隙間がですね、一定にこうストンと降りているところが一番こう前期と後期見分けるポイントではないかと思います。はい、では次のページ行きたいと思います。はい、えー、次のページ行きました。今度はね、リアビューですね。 リアビューからの前期後期の見分け方としては、テールライトですね、こちらのですね、あのまあ、白い部分と赤い部分、こちらのですね、漢字がですね、前期と後期が異なっているっていうのが一番見分けるポイントかなと思いますね。はい。それでは次行きたいと思います。はい。それではですね、ページ変わりまして、ホスピタルティというタイトルになっておりますけれども、こちら内装ですね。本当にですね、非常に丁寧な作りで、 昨日、えー、日との調和ということで書かれておりますけれども,も私自身ですね、えー、こちらの木目調パネルと、えーまあ、洗練を深めたです、ねえー、素材使い、えー、見て美しく使って心地よい室内はクラウンの伝統ともいえる静か、まあ、静かさに満ちてですね、えー、乗る方の全てに、えー、おもてなしをお届けしますというのは、まあ、そんな、えー、感じはね、えー、感じておりますねはいそれでは次行きたいと思います はい、えー、こちらね、内装また別アングルから見た絵なんですけれども、えー、私はですね、このクラウンに乗って、えー、一番ですね、こう安心するというのが、なんかこう、新しくもなく、古くもなく、なんかこう、時代とともにこう、少しずつこう進化しながらも、昔からのその伝統のですね、えー、このコラムとかではなくて、えー、フロアオートマーの、えー 今どこのレンジに入っているのかとか、まあ、操作性のしやすさだったりだとかですね、えー、メーターの視認性が、えー、このアナログの、えー、デジタルじゃないところ、まあ、デジタルのものもありますけれども、まあ、この、ね、アナログっていうのが非常に私はね、えー、好きかなと思いますね。まあ、好みは人、ね、それぞれあると思いますけれども、えー、昔からね、あるその伝統を、えー、まあ、なんつうかな、こう、そんなにこう、 時代の変化とともにこう変わりすぎないという、変わらないところ、変わらないっていうところもね、結構好きかなと思います。皆さんにとって、えー、クラウンの価値っていうかね、えー、良さっていうのはどういったところでしょうかね。はい、それでは次行きたいと思います。はい、えー、それではね、ページ変わりまして、今度はですね、えー、左側の、えー、上側からですね、見たカット図になりますけれども、 まあ、クラウンはですね、なんといってもですね、えーまあ、運転席、助手席の快適性はもちろんのことなんですけれども、えー、後部座席にいてもですね、えー、非常に快適、まあ。むしろですね、後ろのシートにいた方が結構快適な、えーまあ、乗り心地という感じは、えー、感じております。もちろんですね、ドライバーズカーとしても楽しいんですけれども、 えー、なんかね、その中にいて、本当にね、えー、楽だなと思いますね。もっとね、えー、お金を出せばですね、えー、高級車っていうのはあるんですけれども、えー、コストパフォーマンスが優れる、えー、車種の中では、非常に快適な、えー、空間を、えー、演出してる1台なんじゃないかなと思いますね。はい、それでは次行きたいと思います。 はいえー、それではですね、ページ変わりまして、オーディオビジュアルとナビゲーションというタイトルのページに来ました。まあ、正直ですね、こちらの,その、まあ、オーディオとかですねナビに関しては、やはりその時代の進化とともにですね、新しい年式の方がやはりその快適ということはあの当然あるんですけれども、まあ、それではですねあの、スピーカーがです、ねえー、10個ついていたりだとか、あの音響の良さ、 というのは本当にですね、あの素晴らしいなというふうに感じております、まあ。ナビについてはですね、えー、ちょっとやっぱりね、古いものが搭載されておりますので、えー、そこはですね、新しい、えー、モデルにどうしてもあの性能面ではね、えー、劣ってしまうんですけれども、えー、コスト的にね、えー、考えたときにですね、非常に満足している1台と言えます。えー、音はね、本当にいいですね。えー、臨場感 がが、まあ、溢れるです、ね、音のの広がりっていうのを感じております、まあ、クラウンスーパーライブサウンドシステムっていうのがね、搭載されておりまして、えー、もう本当にですね、後ろからも前からも下からも、えー、いろんなところからですね、音響が聞こえてきますので、えー、結構ですね、コストパフォーマンスが優れて、えー、所有欲を満たしてくれる代表的な車と言えるんじゃないでしょうか。 それではですね、次行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりまして、ネットワークサポートのページですね。はい、えー、こちらですね、私自身はねですね、使ってないんですけれども、あのご利用されている方としてはですね、非常に安心、快適なものではないでしょうか。えー、365日24時間ですね、えー、車を見回る、えー、G セキュリティだとかですね、えー、それから、えー、マンツーマンでサポートする、えー、オペレーターサービスというのが えー、こちらはあのー、選択することができるようになっている。まあ、これもね、えー、クラウンの魅力の一つだと思います。えー、それではですね、えー、次行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりまして、またエクステリアの方に移りました、パフォーマンスと書いてますけれども、えー、力強さはもちろん、環境性能も追求したエンジン。 えー、昔ですね、古い車の場合はですね、えー、パワーの方にですね、ずっとこうシフトしてたところあるんですけれども、やっぱり時代背景とともにですね、あ環境性能っていうのは無視できない、えー、風になっております。ですので、えー、パワーと、えー、環境性能のバランスが、えー、追求されたエンジンが搭載されているというのも、この時代のクラウンの特徴といえます、まあ。運転のですね、えー、楽しさを広げ、ドライバーの負担をやらげる先進技術、そして乗員、えー、歩行者、 えー、他の車全てを守るという意思を形にした安全性能これらが、えー、一つになるときに、えー、数値ではかた、えー、表せないクラウンならではの乗り味となって乗る,方を感動乗る方に感動をもたらしますというふうに書いております前から見た絵なんですけれども、えー、私はですね個人的にこのグリルとライトの隙間が一定にこうまっすぐに伸びている、えー、一定の隙間でのあの 落ち込んでいるこのフロントマスクが結構好きで、えー、後期のクラウンに乗っておりますけれどもまあここはですね本当にあの賛否というか好みが分かれるところだと思いますけれどもまあ今のにですね、えー、もう結構古い年式なんですけれども根、えーね、強いファンがいるのもこの二八景の特徴と言えるんじゃないでしょうか次いきたいと思いますはい、えー、ページ変わりましてインテリジェントドライビングというページになりますでこちらですね あのクラウンのラインナップの中で2種類ですね 3000cc と 2500cc こちらのですねエンジンごとのです、ね、いろんな特徴とそれからあのいろんなですね、えー、狙ったラインをトレースするような、えー、心地よさと大きな安心感ということで、えー、VDIM だとか、えー、それからですね、えー、AVS だとか、えー、まあいろんなですね、えー、機能、えー、特徴を紹介したページになっております。 まあこちらですね、細かい機能とかについては、えー、静止してですね、えー、皆さんまたご確認いただければなと思います。はい、それでは次行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりまして、ドライビングサポートセーフティというページになります。まあ、こちらもですね、えー、いろんな搭載されている機能の、えー、紹介のページになります。まあ、代表的なものとしてはですね、えー、レーザークルーズコントロールですね、えー、それから、えー、オプティトロンメーターとか、 えー、それからですね、えー、気分やシーンに応じてですね、走りの,、えーまあ、あの質,質をですねチェンジすることができるスポーツモードとかスノーモードとかエコモードとか、まあ、そういったのを切り替えることができますよとか、インテリジェントパーキングアシストだとか、えー、それからですね、ソナーだとかサイドモニターだとか、まあ、今のですね、えー、車について え、比較した場合にですね、え、もっともっとすごい機能がたくさんあるんですけれども、この当時としてはですね、結構画期的な機能がですね、え、搭載されている車種だったんじゃないでしょうかね。はい、それでは次いきたいと思います。はい、え、ページ変わりまして、またまた、え、ドライビングサポートセーフティの、え、続きのページになりますけれども、え、まあ、プリクラッシュセーフティシステムだとか、え、ドライバーモニターだとかですね、え、クラウンに搭載される、え、さまざまなですね、え、機能を、 え,ーええっとともにですね、えー、ご紹介しているページになっていますまあ今ですね、えー、改めて見てですね、えーまあ、この時代としてはですね最先端なんですけれども今の車だとしたらですね、えー、もっともっとこう進化が進んでいるものになりますので、えー、まあ本当にですねちょっと時代遅れなところはあるんですけれども、えー、やはりですね、えー、このコストに対してですね搭載されている機能ということでは えー、安心もですね一緒にですね担保された車に、えー、これだけのコスパで乗れるっていうのは結構ね本当にあに価値ある一台なんじゃないかなと思いますねはい、まあ、個人的にはですねあのそうですねその目新しい機能っていうのはそうでないんですけれどもやはりそのぶつかった時とか万が一の時のそういう安心感っていうのはやはりなんか守られてる安心感っていうのはあるかなと思いますね はい、それでは次行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりまして、えー、こちらのですねページでは、えー、主にですねエアバッグのことについてご紹介しているページになります。でクラウンといばですねやはりその安全性に、えー、しっかりと配慮された車の代表的な車種だと思いますけれども、えー、運転席とですね助手席の,あのデュアルエアバッグに加えて、ですね、えー、2エアバッグですね、えー、運転席、助手席、えー その足元の方にもですねヘアバッグがついていると。そして、えー、サイドですね、えー、前の前の席、後ろの席の、えー、窓側ですね、えー、サイドヘアバッグもついていると。そして、えー、カーテンシールドエアバッグというのが前後席についていると。なので、側面から衝突されてもですね、えー、前にぶつかってもですね、えー 乗車、えー、店員が守られるっていうところが、えー、結構安心なんじゃないかなと。もちろんですね、後ろからおかまされたとしてもですね、トランクなんかもね、えー、結構奥行きがありますのでですね、えー、乗車店員に対してですね、被害が及ぶ可能性を、えー、極めて少なくするっていうところも結構安心かなと思いますね。はい。えー、それではですね、次行きたいと思います。はい。えー、次ですね、アーメニティのページになりますけれども、 使うたび、触れるたびに感じるグラウンらしい上質感、気持ちに寄り添う装備ということでありますけれども、順番にですね、ご紹介させていただきたいと思いますけれども、左の上の方からですね、左右独立の温度コントロール、フルオートエアコンですね、はい、で花粉除去モードとかですね、温度センサー、スイングレジスター付きというふうに書いておりますけれども、 まあ、花粉症の、ねえー、方なんか結構多いと思います。私も花粉症の、えー、一人なんですけれども、花粉状況もモードなんかつ、ね、いてるっていうのも結構ありがたいかなと思いますね。はい、で次なんですけれども、右の方に来まして、えー、前の席のですね収納スペースですね。まあ、結構ですね、収納スペース。あの運転席側からも助手席側からも使いやすいですね。えー、左右開閉ができるタイプというのも結構ありがたいんじゃないかなと思いますね。 でそれからですね、今度左の下の方に行きまして、えー、プラズマクラスターですね。まあ、いこれすごい流行りましたよね、はい。マイナスイオンによって室内を爽やかな空気に満たしてくれるというものです何になりますね。はい。で、その右なんですけれども、えー、侵入センサー付き、えー、オートアラームですね。まあ、車内への、えー、不正な乗り込みを、えーまあ、検知するセキュリティシステムということになっておりますね。はい。 右の上の方に来まして、今度はですね、フロントマルチアダスタブルパワーシートですね、パワーイージーアクセスシステムということで、これが運転席側についておりますね。はい、なので、えーまあ、その前の席はですね、シートの前後スライドなどができるパワーアジャスタブルシートを採用しておりまして、運転席はですね、ステアリングのオートチルトウェイとか、リターン機能、 に連動してですね自動的に運転席のスライドを乗り降りの楽にする機能が設定されているというのもですね結構嬉しい機能じゃないかなと思いますね。はい、でそれから下の方に来まして全席のですねシートベンチレーションの機能ですね。まあ、前の席のホンガーシートにでで、ね、爽やかな、まあ、そのシートベンチレーションというのがついておりまして 夏がですね非常に快適でありますし、えー、冬場もですね温、えー、風というかこう熱線で温めてくれるというか特に夏場蒸れないっていうのはね非常にこれいいポイントかなーって私は個人的に気に入ってるポイントではありますねでそれから右側の方に行きまして、えー、マイコンプリセット、えー、ドライビングポジションシステムということで、えー、2人分のですねシートスタリングポジションを記憶してくれる えー、結構ですね、えー、快適なシステムになっております。ですのでですね、えー、自分のポジションを記憶するだけじゃなくてですね、よく乗るですね、えー、もう一人の人、えー、家族なんかだとですね、えー、もう十分なんじゃないかなと思いますね、はいで。下の方にですね、スマートエントリーとかですね、スタートシステムって、まあ、まあ、これはですね、えー、細かいそういう脳書きはいらないと思いますけれども、 えー、今となってはですね当たり前の装備なんですけれども当時としてはですね画期的な、えー、エンジンスイッチなんかもですねプッ,シュプッシュ式でですね、えー、結構かっこいいなということでですねまだまだですねひねるタイプが多かった時代だと思いますけれどもまあその当時ですね最先端行ってたんじゃないかなと思いますね でそれから余談なんですけれども、こちらのカードキーとかですね、スマートキーなんですけれども、アニバーサリーとか限定モデルになるとちょっと色が違ったりとか、そこも所有欲を満たしてくれるところなんじゃないかなと思いますね。はい。それでは次行きたいと思います。はい、えー。次のページ、続きまして、えー、アメニティですね、えー。ゆったりとした気分で、えー、お過ごしいただけるように、まあ、細かなですね、配、え、慮、ー、に満ちていますということになってますけれども、えー、上から順番に紹介していきたいと思います。えー、リアのパワーシートですね。 はい、えー、こちらですね、40、20、40という、えー、リア分割リクライニングができる機能になっておりますね。で、それからですね、えー、下の方に行きまして、オットマン機能付き、えー、助手席ですね。こちらはですね、助手席に、えー、オットマン機能を、えー、設置して、後ろの席の方がですね、ゆったりと足を伸ばしてくつろうぐことができるとなっています。ですので、まあ、運転席のね、後ろではないんですけれども、助手席の後ろに乗った方はですね、 助手席側がこういうふうに貫通するような形になっておりますので、足をですね、目いっぱい伸ばしてですね、リラックスして乗るっていうことができます。ただ、これはですね、3000cc のロイヤルサルーンの G に、えー、のみ、その、設定されているものになりますので、すべてのモデルには付いておりませんということが、一応流意事項になりますね。 でそれから今度は右側なんですけれども、リアセンターアームですね、アームレスト、えー、ボックスカップホルダー付きってことなってますけれども、えー、こちらもですね、えーまあ、後ろの席の中央の背もたれ部がですね、えー、センターアームレストとして、えー、こういうふうに機能して、まあ、空調やオーディオなどのコントロールスイッチが、えー、搭載したモデルになっています。まあ、これもですね、えー、全部のモデルについているわけじゃなくて、 えー、ついてるモデルついてないモデルっていうのが、えー、混在しておりますので、えー、ご留意いただきたいポイントになります。で、今度はですね、右上の方に行きまして、電、えー、動式のリアサンシェードですね。まあ、あのー、背後からのですね、直射日光を、えー、遮断してくれる、まあ快適さをですね、アップしてくれるもので、えー、フロントコンソール、えー、リア、えー、センターアームレフト、 それぞれですね、スイッチで操作することができます。結構ですね、日差しが暑い時なんかですね、これ一つあるだけでもね、かなり快適かなと思いますね。で、今度右側の方なんですけれども、手動式のね、リアドアサンシェードですね、えー。このリアのね、ドアトリムの中にサンシェードが格納されてまして、これ手動でね、えー、カチャッと引っ掛けてできるんですね。で、個人的にはですね、電動って結構かっこいいんですけれども、 なんかこう動かなかったりとかねそういうこともあ,のありますので、えー、今のところですねトラブルないんですけれども、えー、手動でやっててくれた方が長く乗る分には、まあ、不安要素は少なくてありがたいかなって個人的には思いますねはいで今度下の方に行きまして、えー、リアオートエアコンですね、えー、クーラー機能ですねえー、まあこれがですねえー、まあきめ細かなですね、えー、そういった、えー ま、風量制御を実現してですね、えー、後ろの快適性を高めているとで。リアクールボックスが搭載されているものについてはですね、350ml の、えー、缶が5本分放流、えー、が可能というふうになっています。これもですね、すべての車種についているわけじゃなくて、えー、ついてるついてないっていうのが混在しておりますので、えー、そのグレードごとですね、ご確認いただければと思います。でそれから今度は右側の方になるんですけれども、 マイコン制御、チルトスライド電動ムーンルーフですね。まあ、結構ですね、サンルーフっていうのが、えー、流行った時代だと思いますね。タバコを吸うとかね、そういった方についてはですね、このサンルーフがあるかないかで、だいぶ室内のですねあの、換気ができますので、あった方がいいかなと思いますけれども。はいまあ、結構ですね、こ古くなるとですねあの、ネガティブな話をすると、 まあ雨漏りの原因になってきたりだとか、えー、そういったこともありますし実際にそうですね換気をするっていうようなタバコ吸うとかそういうのがなければですね、えー、私個人としては、まあ、サンルーフなくていいかなっていう気もしないでもないんですけれどもそこも好みかなと思いますねはい、えー、車重もねちょっと思たくなるっていうデメリットもありますし、えー、サンルーフついてると ちょっと暑かったりするんですよね。エアコンの機器が。やっぱりそのガラスを通してこう熱が通ってきたりだとか。なので、えー、まあ一丁一端はありますね。はい。で、今度下の方なんですけれども、イージークローザーですね。まあフロントドア、リアドア、えー、ラゲッジドアですね。えー、各自確に取れるようにサポートしてくれるっていうことで、まあ優しくですね、ドアを閉めてもですね、まあハンドアの心配はいらないっていうことがいいですね。結構ですね、あのー、 優しく締めた場合にはですね、反動のまま、えー、その、走ってたりとか、そういったことがあると思うんですけれども、クラウンの場合はですね、えー、トランクも、す、え、べ、ー、てのドアも、えー、普通にね、スーッと優しく締めるだけで、ギュッと締め込んでくれるっていうのが安心ですね。で最後はあの、ラゲッジスペースなんですけれども、えー、非常に結構広いですね。まあ、こちらのあの、セダンで、えー、こちらのトランクの広さっていうのは、 本当にあの、ちゃんと考えた広さが取ってあるなと思いますね。ゴルフ用具とかですね、旅行の時などをですね、ゆったり積み込んでいただけるようなスペースが確保されてるっていうところも、えー、ポイントなんじゃないかなと思いますね。それでは次行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりまして、エコロジーというページですね。えー、時代と歩むクラウンにとって、えー、環境に応え続けることは、えー、当然の使命ですというふうになっております。 えーまあ、これ私のクラウンに限ってっていうか私のクラウンのことを言いますと、えー、かなりですね、えー、前期型と後期型、えー、と比べてですね燃費が向上しているっていうのとあとですね、えー、廃棄からレギュラーに変わっているんですねなので、まあ、お財布にもエコそして、えー、燃費もね伸びてますので、えー、環境にもですねエコということで、まあ、オーナーにとってはですね えー、結構喜ばしいことが多いんじゃないかなと思います。まあ厳密にはですね、えー、パワーがちょっと少なくなって、加速性能が悪くなったりとか、あそういったデメリットもある中で、まあ、クラウンのロイヤルサロンに乗る方でですね、えー、スピードっていうかね、加速性能を求めるよりも、まあ、ゆったりとゆっくりと、 えー、快適に乗りたいなっていう方の方が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、こちらではですね、あのーまあ、こういった、えー、環境性能についての細かいことがですね、えー、書かれております。まあ、詳細いろんな、あのー、証言表ですね、環境仕様っていうのが、えー、記載されてますので、そちらはですね、また、あのー、静止してですね、ご確認いただければと思います。 はい、えー、ページがありまして、これからはですね、ラインナップのページですね。で、まずですね、えー、上級モデル 3000cc ですね。こちらのングレードですね。えー、3.0の、えー、ロイヤルサルーン G、えー、それからロイヤルサルーンの G のオットマンパッケージ、それからロイヤルサルーンの i4 の U パッケージですね。私もですね、ちょっとこちらの 3000cc の、えー、G のオットマンパッケージ、 これはですね、一応まあ気になった車種ではあるんですけれども、まあ、維持費とかですね、えー、まあ配慮だとかですね、まあ、そういったところで、まあ、維持費が安い、ちょっと足が欲しいなということだったので、2500にしましたけれども、まあ、機会があればですね、3000のロイヤルサルンの G オットマンパッケージっていうのも、ちょっと乗ってみたいかなっていうところはあります。はいえー、次のページいきたいと思います。 はい、えー。次のページなんですけれども、これはですね、えー、今度は3000のロイヤルサルーンですね。はい、えー。ナビとかですね、AI とか AVS とか、えー、17インチアルミホイルが搭載された、えー、モデルになっております。で、今度右側ですね、えー、3000のロイヤルサルーンの i4 はですね、関連値とかですね、ではこちらが必須になってくるというか、えー、こちらの需要が多いんじゃないかなと思いますね。はい。それでは次行きたいと思います。 はいえー、次のページはですね、2500cc のシリーズになります、えー。ラインナップの左側からですね、2500のロイヤルサルーン。下側がですね、ロイヤルサルーンのアイフォアですね。で、今度右側に行きますと、えー、2500のロイヤルサルーンの、えー、スペシャルナビパッ,パッケージですね、えー。それからスペシャルパッケージ。で、下の方が2500のロイヤルサルーンのアイフォアのスペシャルナビパッケージとスペシャルパッケージというふうになっております。はい。 まあ価格帯もですね、えー、やはり3000からガクッとこう落ちて、えー、結構お求めやすい値段になってきていると思います。でまあ、新車はですね、かなりこう価格差あるんですけれども、えー、中古車になると、まあ、意外にもですね、3000cc と 2500cc っていうのがほとんど価格差がない。まあ、場合によってはですね、2500cc の上級モデルというのが 3000cc の えー、買いモデルよりも高いっていうケースが結構あるっていうのが、まあ、中古車のね、えー、結構面白いところなのかもしれないですねはいそれでは次行きたいと思いますはい、えー、それではですね今度エクステリアカラーですね、えー、外装の、えー、カラーバリエーションになりますけれども、えー、こちらですね、えー、全部で7種類ございます 上からですね、順番に見ていきたいと思いますけれども、定番のですね、ホワイトパールクリスタルシャインですね。私もこのホワイトパールクリスタルシャインを愛車として乗っておりますけれども、非常にですね、上品ないい色だと思っております。で、今度ですね、プレミアムシルバーパールですね。こちらの後期とかですね、まあ、覆面ですね、とかに採用されている えー、ケースが多いいかなと思いますねこちらもね、結構私渋くて好きかなと思いますね。はい。で、それから通常のシ,シルバーメタリックですね。これもですね、その派手じゃないし、主張しないところに結構品があって、私好きだなと思いますね。で、この下のところに、ね、ブラックですね、202、まあ。トヨタのこの202のブラックっていうのは、本当にあの伝統的な黒。もうあのー、余計なこう色が入っていない。 えー、本当の黒がいいと、えー、ソリッドの黒がいいっていう根強い人気の定番の、えー、ベストセラーな、えー、黒。もう黒で、えー、こだわる人はこの202がいいっていう人が、えー、結構多いんじゃないかなと思いますね、はい。今度右側の方ですね。右上の方に行きますと、えー、ブラッキッシュレッドマイカっていうことですね。はい、これはですね、結構珍しい色だと思いますね。はい でそれからですね、シルキーゴールドマイカメタリックっていうことで、えーまあ、シルバーに近いようなちょっと明るめのですね、ゴールドマイカメタリックっていうことになりますね。はいまあ、こちらですね、あのー、中古車になると、おそらくですね、こちらのシルキーゴールドマイカメタリックっていうのが一番ですね、えー、根崩れがある色なんじゃないかなと個人的には思いますね。 あの、パール、ホワイトパールクリスタルシャインと、えー、ブラックの202。まあ、こちらがですね、一番値段が高い、えー、感じで、で、一番こう安いのが、えー、通常のシルバーメタリックだとか、まあ、プレミアムシルバー、えー、パールっていうのも、まあ、安くなるのかなと思いますね。まあ、でも、その中でもやっぱりシルキーゴールドマイカメタリックっていうのが、一番こう、 いい色だと思うんですけれども、えー、需要と供給のバランスっていうか、中古車の場合はやっぱり人気が一番価格を、えー、決めますので、シルキーゴールドマイカーメタリックっていうのが一番お買い得なんじゃないかなと思いますね。で、それから最後にダークブルーマイカーということですね。まあこちらはですね、濃紺みたいな色なんですけれども、えー、これもですね、えー、結構人気が、えー、まあ、あるといえばあるんですけれども、やはり黒と比べると下がると。 で私個人的にはですね、やはりそのホワイトパールクリスタルシャインを除いてですね、基本的には、えー、濃い色、濃い色は、えー、値段が高いと、淡い色は安いという傾向になるんじゃないかなと思いますね。ですので、えー、クラウンに限ってというか、まあ、そうですね、クラウンで言えば、えー、ホワイトパールクリスタルシャインとブラックが一番高い価格帯で、でその次にですね、 えー、おそらくですねブラッキッシュレッドマイカとダークウルマイカが来るんじゃないかなとどっちかっていうとレッドよりも、えー、ダークウルマイカの方が高いような気はしますねでその次がですね、えー、プレミアムシルバーパールが来てその次にシルバーメタリックが来て最後にシルキーゴールドマイカメタリックが来るのかなと思います ただ私が買う側で考えたときに、やはり、その、色もそうなんですけれども、やっぱり質がいい車を安く乗りたいっていうことで、コスパがいいのはシルキー、ゴールドマイカー、メタリックなので、えー、これで安くていいのがあれば、えー、それを買うんじゃないかなと思いますね。はい。ホワイトパールクリスタルシャインっていうのは、結構、値下がりがそんなにないんで、えー、リセールはいいので、新車で買うんだったら、 ホワイトパールクリスタルシャインかブラックがいいんじゃないかなと思いますね、まあ、一応余談ですけれども皆さんはどういうお考えをお持ちでしょうか次行きたいと思いますはい、えー、次はですねインテリアの、えー、バリエーションなんですけれども、まあ、大きく分けるとですね本革、えー、とファブリックの2つなんですけれども、まあ、本革の場合はですね、えー、基本1種類になりますそれから、えー、ファブリックの場合はですねファブリックシェルと、えー、ファブリックのグレー といいうパターンがありますねはい、私はですね、個人的には、えー、本革が結構まあいいかなと思いますね。まあ、本革といってもですね、えー、内装束がですね、ちょっとベージュっていうかいうパターンと黒とあるかなと思いますけれども、えーまあ、革で、まあ、本当に革でですね、えー、空調とかそういったシートにですね、そういうのがなければですね暑いんですけれども、まあ、こちらのクラウンの場合ですね、こうメッシュみたいになってまして、 結構通気性がいいのも結構私気に入っているポイントになりますねはいそれでは次行きたいと思いますはい、えー、ページ変わりましてこちらですね、えー、トヨタクラウンの主要装備の一覧表になります、まあ、細かいことですねいろいろ書いておりますけれどもえー、まあですね左の上からですねタイヤホイールの違い、まあ、これが、えー、3200cc2500cc とあと2駆4駆で え、表になっておりまして、何が違うのかって見るようになっております。まあ、ざっくりとですね、16インチと17インチがありますよという感じですね。タイヤホイールはですね、個人的にはですね、ボディの大きさからバランスがいいなと思うのは17インチなんじゃないかなと思います。まあ、18でもいいと思いますけれども、まあ、標準とですね、17で私は一番似合うかなと思いますね。乗り心地もいいですし。で、下の方にですね、足回りのメカニズムだとか、 それから外装、それ下の方に行きまして、えー、まあ、あのー、まあ、装備ですね。軽器類だとか操作性だとか。で、右の方に行きますと、室内の装備、シートベルトとかですね、ナビとか、オーディオがどういうふうになってるのかとかいう表になっておりますので、えー、もしですね、えー、ちょっと細かく見たいなっていう方は静止してですね、ご確認いただければと思います。それでは次行きたいと思います。 はい、ページ変わりまして、こちらもですね、続きになりますけれども、空調とかその他の、えー、ところでですね、えー、グレードごとですね、何が違うのかということを見比べていただければと思います。それでは次行きたいと思います。はい、えー、次はですね、車両の価格表になりますね。3000cc、えー、3000 2500cc、えー、2区4区、まあ、それぞれの、えー、グレードごとですね、 どういった価格帯で販売されていたのかということで、えー、当時の価格帯をですね、改めて確認することができますけれども、まあこういったね見るとですね、今の新車ってちょっと高くなってんじゃないかなっていう気はします。まあ物価もですね、上がってますんで、えー、しょうがないと言えばしょうがないんですけれども、えー、当時のクラウンはですね、えー、結構ね、えー、メイドインジャパンというかね、えー、本当に質感が高い、えー、ものがですね、 まあ今もね、メイドインジャパンですけれども、えー、結構ね、お値打ちの価格で買えたなぁと。まあ、それでもですね、えー、少しずつ、えー、値段が上がってきて高いなぁというのはあったんですけれども、今、軽自動車でもですね、えー、グレードにいいやつだと200万とか普通に超えてくる時代ですので、そう考えると、この質感を、えー、400万円台、えー、2500の、えー、グレードのね、えー、抑えたモデルだとしたら300万の え前半で買えるっていうことを考えると、かなりですね、コスパいいなと思いますね。えー、皆さんにとってはいかがでしょうか。えー、それでは次行きたいと思います。はいえー、次はですね、メーカーオプションの価格表になります。えー、こちらもですね、えー、どのモデルにどういうオプションが搭載されていたのかっていうのを確認するのに一番こう見やすい表になっておりますね。はいなので、えー、外観からですね、一番見分けやすいのはですね、多分、 タイヤホイールのサイズだと思いますけれども、えー、17インチを最初に、えー、装着しているとしたら、えー、これだなとかですねはい、まあ、他のね、えー、装備なんかもですね合わせてこう見ていくことができますので、まあ、これからですね、えー、中古車を購入しようかなっていう方がいらっしゃればですね もしですね、こちらの、えー、オプションにもちょっとこだわりたいんだけど、どのグレードが、えー、自分がそのこだわりたいオプションの、えー、装備を搭載しているものなのかなっていう確認するときには、えー、こちらを見て、えー、確認してからターゲットを絞るといいのかなと思いますね。はい。それでは次行きたいと思います。はい、えー。今度はですね、トヨタクラウンの主要諸言表ですね。私、このあの、諸言表っていうのを見るの結構好きでして、 えーまあ、車の現物に会う前に会いに行く前にですね、えー、結構ねこちらの諸元表を見ながらどういう性格の車なのかなっていうことを自分の中でこう想像してで実車に乗った時にですねなんかこうあなんか思ってたのとちょっと違うかなとか、まあ、最初にこの諸元表を見てですねちょっとイメージすることが多いですけれども、えー、皆さん結構諸元表って見たりされますかねはい えー、それではですね、次行きたいと思います。はい、えー、今度はですね、ウェルキャブのページになりますね。 電動で回転スライドする助手席がですね、クラウンでのお出かけをさらに快適にしますよということで、またお手元で操作できるワイヤレスリモコンをウェルキャブ標準装備で用意しましたっていうページになってますけれども、えー、まあ、福祉車両としてもですね、クラウンをラインナップしております。まあ、これ新車で買うとですね、非常に高いと思うんですけれども、意外にもですね、中古でもし狙うんだとしたらですね、 えー、通常のこうタイプが欲しいよって方が多いので、えー、中古車を狙うっていうことであればですねあえてこちらのウェルカブ車を狙うとちょっと安く買えたりする声数が多いんじゃないかなって個人的には思いますけれども、えー、皆さんはどういうふうにお考えでしょうかそれでは次行きたいと思いますはい、えー、次はですね、えー、最後のページ えー、クラウンロイヤルサロンシリーズということで、まあこれ締めくくりになりますけれども、改めてですね、えー、超えていくブランド、えー、13, 代目ですも13代目のですね、えー、クラウン、えー、こちらの,、えー、そのロイヤルサロンシリーズをですね、えー、ご紹介させていただきましたけれども、 えー、もう私の愛車でもありですね、えー、こちらのロイヤルサルシリーズっていうのはまだまだこの色褪せない、えー、魅力たっぷりの車だと思いますそしてですね中古車相場においてもですね、えー、割とですね年式の割にはですね高値を、えー、維持してる車としてもですね、えーまあ、代表的なものなんじゃないかなと思いますであとですね、えー、クラウン自体がですね まあ、リセールがいいっていうのもね、皆さんもご存知のところなんですけれども、まあ、他のですね、セダンと比べて、えー、同じトヨタ社でも、えー、まあ、他のメーカーとかも含めてなんですけれども、えー、もう本当にこういうセダンが不人気って言われる中で、まあ、唯一、クラウンだけと言っても過言じゃないぐらい、えー、リセールを維持してる、えー、珍しい車種っていうのもクラウン。まあ、逆に言うと、まあ、 クラウンの独人勝ちみたいな、そういったところもあるかなとは思いますね。はい。まあもちろんですね、えー、他にもこういった車売れてるよーっていうところもあるし、人気のあるそうレクサスとかですね、あると思いますけれども、えー、価格とかですね、えー、考えたときにですね、格帯とかレンジとか考えたときに、えー、クラウンというセダン、えー、っていうそういう人気がないと言われてるジャンルにおいてはですね、えー、かなり強い あのリセールを保っている車種な,なんじゃないかなと思いますし、えー、この先もですね、えー、クラウン人気っていうのは結構ですねあの安定して続くんじゃないかなと思いますまあクラウンファンの一人としてですね、えー、これからもですね、えー、クラウン応援したいなと思いますしまた私もですねちょっと機会があればですねまあいろんなクラウン,クラウンを、えー、試乗車じゃなくて、えー、自分の愛車として 愛車としてですね、えー、長い時間ちょっと乗って楽しんで乗り比べを楽しみたいなと思います、えー、今のところですねこの200系ちょっと気に入ってますのでもうしばらくね楽しみたいと思いますけれども、えー、もしかしたらですね、えーまあ、他のセダン、えー、気になってるセダンに乗り換える可能性はあるのかなと思いますねはい、えー、それではですね、えー、今日はんこちらの13代目の、えー、後期モデル ロイヤルサルーンのクラウンのカタログをですね、えー、クラウンファンの皆様と一緒に楽しむ時間に、えー、させていただきました。またですね、新しいいろんなカタログ、えー、ご紹介していきたいなと思いますので、今後とも、えー、ご視聴いただければと思います、えー。今日はですね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。DY チャレンジのタカでした。